そう、ありがたいことに。キャー。キョさん花火ありがとうございます。シムさん拍手ありがとうございます。こんばんは。ねえ、そう、ヨハス、でもそう、ツイッターにも、そう、いろはすのさんの公式のツイッターにも私も引用リツイートしてるんだけど、そう、実際に流れる CM のね動画が載ってるので、ぜひね、熊本にねお住まいじゃない方は熊本に、それを見てください。なんなら熊本に行きましょうこれを機に。熊本KKT 熊本県民テレビさんの方で流れるので、熊本に住んだら4チャンネルを押しとけばいいです、はい、熊本にね、そう、見に行きましょう。 4チャンネルをずっと見とけば流れます、いつか。しんじーちゃんさん花火ありがとうございます。きょさん花火ありがとうございます。そう、常に4チャンにしとけば良いですこんばんは。うんちゃんつけっぱにすればいいですよ。こんばんは。そう、私たち、その熊本県版だから、そう、字幕と違う歌を歌う。字幕はあれ標準語なんだけど、幸せなら手を叩こうって。でも私たちは熊本県版なので、あれが熊本弁になってますこんばんは。そう、手羽叩こうって言ってます。熊本弁にアレンジされてます。シムさんハートやっこありがとうございます。とさっちゃんと2人で歌ってる。こんばんは。めっちゃ撮影の日天気が良かったの。天気が良すぎたんですよ、本当に。もう一日江津湖で、まあ半日か半日ぐらい江津湖、その熊本に、そう、江津湖っていうとこがあるんだけど、そこで撮ったんだけど、すごく暑かった。そう、あとなんか顔が明るく映るように、その何、反射とかをしていただく、なんか板があるんですよ。あれなんていう板なんだろう、あれなんていう名前かわかんないけど、私たちのお顔とかを明るくね、レフ板っていうのか、そう、レフ板をね持ってくださってるんですよ。もう、そう、私たちの写りをね綺麗にしていただくために。でもなんか私、そう、もう水飲むシーンあるじゃないですか、最後らへんに水飲んでるじゃん、横顔で。そう、あの時私目の前にレフ板があって、マジ目の前真っ白なのあの時本当に普通さ、前見たらさ景色が見えるじゃん。でもあの時私もう何も被らずに、そう、もう真正面にレフ板があったので、もうそしたらもう私の視界はもう眩しさで真っ白なわけですよ。ウキャーと思いながらお水を飲んでました。パパさん星ありがとうございます。めちゃめちゃ眩しくと、天気が良かったのもあって、めちゃめちゃ眩しい、なんか普通になんか日があるだけでも眩しかったの。結構何もレフ板とかない状態でも眩しいなってぐらい天気のいい日に撮影をしたんですよ。そう、
なのにそう目の前にあってへーと思ってすごい目の前が真っ白だと思っていいさん花火ありがとうございます。もうね、えずこのね何も見えないと思って真っ白だ。もう熊本で撮影しました。熊本のえずこというところで撮影しました。ボートにも乗った。初めてボート乗った。そう、まあ眩しかった。めちゃめちゃ眩しかった。キャーと思って。撮影はちょっと前にしました。こんばんは。あ、くまも。そう、あ、でもめちゃめちゃ天気良かったからめっちゃ水きれい。あのさあちゃんと水パシャパシャしてたじゃないですか。あのあここめっちゃ綺麗で、普通にあのもうね朝私たちも撮影早かったんですよ。朝早く8時とかにあそこに行ったんですけども、8時から遊んでる子がいて、えっと思って、8時から遊ぶの早くないと思ってなんかやっぱさ、なんかね夏休みとはいえどさ、なんかね8時って私まだ寝てるわけよ。そんな遊びに行こうなんて思わないけど、そうちっちゃい子がもう朝遊んでてと思って、すごい夏休みを満喫してる全力でと思ってすごくもうなんかそう、そのぐらい結構熊本の人も県外からも結構そのご家族で遊びに来る人が夏場多いぐらい結構有名なとこなんですよ。みんな遊びに行くところなの。そうだからそうちっちゃい子家族連れの人がたくさんね来るんだけども、朝8時にその遊んでてと思って、で元気なのにびっくりしました。あとはねあそこ広いからその走ったりもできるんですよ。そうだから走ってる人とかもいて、すごい朝からと思って、私はそんな世界を知らなかったので衝撃を受けましたね。朝からねお水で遊んだりね、朝から水で遊んだり、朝からね暑い夏に走ったりする世界は知らなかったのでパパさん完了しました。ありがとうございます。ね早起きやと思って、と私は朝は走れない室内しか走れないまあ確かに日中ね暑いからって、でも日中もたくさんねもうね時間がね経てば経つほど家族連れの人が増えていって、そうそうそうたくさんね大人気。パパさんハート100個ありがとうございます。そんなところで撮影をしました高級うどん屋さん花火ありがとうございます。みんないろはすを、いろはすを飲んでください。えずこの水はそのまま飲めないから、でも綺麗だよビーバーさん金魚ありがとうございます。
水冷たかった。めちゃめちゃ気持ちが良かったです。暑かったから、その日水がね冷たくてとても気持ちが良かったです。タタタンタンさん花火ありがとうございます。こんばんは。そう、いろはすのさペットボトルってさ、こうじゃなくてこう、すごいね。最初できるかなって一回リハしたんですよ。ペットボトル潰せるかなって言ったら意外とそうパッピってできた。意外とペンってできて、いずこでございます。伊豆くんは熊本駅から近い。ちょっと距離あるかも。ちょっと距離あるね。市電に乗っていくかな。路面電車に乗って。そう、あれ一撃をプンってしたやつよ。本当にプンってできちゃうの。こんばんは。ぜひたくさんご覧ください、ね、熊本にお住まいじゃない方はツイッターの動画をたくさん見てください。撮影は何時間したかな。半日ぐらいだから5時間6時間ぐらいかな。お外でした。あのくまモンのボートあるよ。本当にある。くまモン、あのボート、足でこぎこぎするボートなんだけど、そうそう、いろんなのがあるんだけど、その私たちが乗ったように、そう、あのくまモンがバーンっているやつもあるよ。あるある。でもあれはね、屋根ついてるのが普通なの。そう、あれで基本的にはというかほぼ全部屋根ついてるんだけど、昔なんか本当にくまモンが乗るときに、くまモンって結構さ大きいじゃない、だから屋根あると乗れなかったんだって。あ、1259日ありがとうございます。1259ありがとうございます。新じいちゃんさん花束ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。パパさんバラありがとうございます。そう、何台もあるし、今は別になんか違うボートもあるんだけど、そう、マサラッキさん花束ありがとうございます。そう、くまモンが乗るときにくまモンが乗れないから屋根を取ったのに乗ったんですよ。そうそうなんです。くまモンと一月イエーイ。そう、まあでもそのおかげですごく暑かった。
多分やえなしボートは1台だけじゃないかな。基本的に多分ね、みんな分行った方がそのお客さんが乗るボートは基本的に全部屋根ついてると思う。こんばんは。楽しかった。ドローンでブイーン、そう、私たちがボート乗ってる時はそうドローンがそうブイーンってきて、そうそうそう、うわーってトンボみたいっておバカはるみさん50巻と終了しました、ありがとうございます。うわーすごーフ音がすごくね、ブイーンって言ってたからさこんばんは。とっても楽しかった。あのマネージャーさんからいっぱい写真をいただいたのでちょっと載せるね、今日載せようと思った載せれなかった、明日載せたいと。そうドローンでブイーンって、バウチさんハート100個ありがとうございます。写真載っけるね、皆さんいっぱいね、まだまだ暑い日が続くのでいっぱいお水を飲んでください。さあそのお水は一択になりました。はるみさん50回と知りました、ありがとうございます。これからねまだまだ暑い日が続きます、水分補給は大事ですね。お水はいたたくさん飲んでで、まあこれを機にね熊本に行くのも良いです、きっと良いと思われます。 CM を実際にテレビで見たいぞと思って実際にね熊本に行くのも良いと思います。熊本に行ったらチャンネルは4番を押しましょう。そしたら土曜日だったらねサタココも見れるし CM も見れちゃいます。あとキャンペーンもしてますので皆さんぜひね動画を投稿して、そう CM に出ようってやつです。水子入れるよ。あのなんかまあボートで行くところもあれば、そうやってパシャパシャできるところもある。実際にそうちっちゃい子が遊んでたりするよ。さあみんなも動画を投稿したら CM に出れちゃうかもしれないよ。
ぜひまあチャレンジしてみてください。動植物園の隣に、そうそうそう、そこそこでございます。CM に出るって、そうみんながそう動画に投稿したものが CM に流れるんだと思う。そうクリダヨッシーさん、たまやありがとうございます。CM に採用って書いてある確かに生誕って生きて撮ったらさ、いいじゃない、緑だし バウチさん星ありがとうございます。こんばんは。ふふふ、花見さん、花ありがとうございます。んいいじゃんね、ヤマホくんパパさん、花ありがとうございます。コリアヨシさん、星ありがとうございます。おめでとう、ありがとうございます。ひんメンス14さん、花火ありがとうございます。グラハムさん、花火ありがとうございます。わーいまだね、お母さんは見れてないって。今日は帰ってきたのが遅かったからまだ見れてないよって言われました。カズノコさん、星ありがとうございます。私もまだテレビで見れてません。まだ見れてない、いつ流れるかね、わかんないからね。シムさん、星ありがとうございます。こんばんは。ね、さたここの時間とかね、見てると良いかも。今週の土曜日そう、今日月曜日だからね、またここの時間待とうと思ったら土曜日ですね。ピース。ぜひ皆様、
熊本にお住まいの方は4チャンネルを見て、熊本にいないよ、住んでないよって人はツイッターの動画を見たり、あの熊本に行ってみたりしましょう。Let's go。 せっかくだ、せっかくの機会だからみんな熊本に行こう。このいいチャンスをね。そう、いつまでかね、まだわかんないから早めに行っちゃおうぜ。ね、ただここでね、そう、紹介された場所そを行っちゃおう。そしたらいいこといっぱいじゃんね。いろんなとこ行ってさ、テレビもね見て、 CM も見て。こんばんは。ぜひ、まあ見かけた方がいらっしゃったらぜひ見たよって教えてください。ルンルンします、それを見て。それを見てうわー嬉しいってルンルンするので、そう、見たら教えてね。さて、ここで行ったお店は、そう、サイン書いてる、そう、色紙にサイン書かせていただいてるお店もあるので、こんばんは。ぜひ、ぜひ熊本、いろんなとこ行ってみてください。私が今まで過去に熊本のインスタとかツイッターで紹介した熊本紹介とかも行ってみてください。で、行ったら行ったよーと教えてください。行ったよ、見たよーって教えてください。それを見て私は喜びます。チャットにさ、X 見てねって書いてあるんだけどさ、その前にさ、違う方の名前書いちゃってさ、と思って急いで書き直した。よかった、送信する前でと思って。チャットにさ、そう、X 見てねってちょっと言っちゃった、今言っちゃったんだけど、そう言ったら、そう、あ、ツイッターっていいって言ってた、あ、ツイッターっていいの、いいの、あら、よかった。もう言っちゃう、書いちゃってさ、あー、まずいまずいと思って急いで書き直したんだけど、あ、いいんだ、名前は X じゃなくていいの。ツイッターって言っていいんだね。なんかアイコンひび入ってるよね、 X の。ね、やっぱどうしてもツイッターって言っちゃうよね。ツイートとか言っちゃうもん、リツイートとか言っちゃうもん。まだまだどうしても、でもこれもまあいつか慣れる日が来るのでしょうかね。多分いつか慣れてるんだろうね、ポストってね、慣れてる多分。いつか慣れる、まあ人間はね、いつか慣れてしまうものなので。コーヒーカエルいいよね、阿蘇のコーヒーカエルも行ってみてくださいよ、めちゃ景色良くていいよ、市内とはまた違う良さがある。
ね、ちょっと多分慣れ始めますよ、いつか。そうそう、X ひび割ね、なんか言ってたよね、なんかツイッターでなんか X ひび割れて割れて鳥出てくるんじゃねって言ってる人がいて、おおと思ってそう、そういう考察をしてる人がいましたX のアイコンにひびが入ってそうひび、なんかひび入ってない人もいるのかな、私ひび入ってるんだけど無事に、そう X のアイコンに桃とくまこさん花火ありがとうございます。うん、わかんないけどね、そう、そういうことをネットで言ってる人も見かけましたそうそう、割れて中からなんか出てくるんじゃねってどうなんだろうね、面白いね。でもすごいよね、なんかアイコンってこんな感じに変えられちゃうんだと思った。なんかさ、なんかあんまりこういうさアプリのアイコンってめったに変わらないじゃん、だからさね、あ、こんな風になんかねちょっと遊び心持てちゃうんだと思ってでも入ってない人もいるらしいよ。ジェ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 って。すごいよね。そう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 。アイコン、あ、自分でも変えられるね、いろいろアプリ入れたら変えられる。お腹がキュルキュル言ってる、困った。ツナサラダさん、ありがとうございます。ねえ、なんかお腹空いてない、うん、空いてない。でなんかもう変な時間だもん、食べるにしては空いてない。うん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 、ついてないよ、うん。ね、ちょっと食べるにしてはちょっと変な時間だ。あ、そう、誕生日の日配信どうするかかってで、ね、そうとですね、30日の日は、うん、31日か。ひまたぎはね、しないですね。ちょっと31日、ちょっとなんだか朝が早い、なんだか朝が早い予感がしてるので、そう。そんな気がするっていうね。そう。あの、予定を見る限り、もっちょっちょ、ね、この日朝早いんじゃねって思ってるので早く寝るので、ひまたぎはしないんですけど、あの、公演の終わった後、31日、生誕祭終わった後は、配信するんで、はい、すいませんね、失礼どっこい。夜にするので、31日の公演終わりに、そう、いつも通り夜にするので、ぜひ夜に遊びに来てください。そう、なんかちょっとスケジュールを見る限り、あれ31日もしかして朝早いと思っちゃって、ね、せっかくね、そう、せっかく生誕祭の日なんで、しっかり寝ていきたいので。なので、ぜひまた夜に何時にするって昭和の言うので、見に来てください。そっか、みんな生誕祭終わりだもんね。キャー、そっか、みんな一緒にね、みんな何人かワヤワヤしてる時もあったりするのか。
ヤワレスさん50段完了ありがとうございます。どうだろうね、飛行機の人どうだろう、日帰りしちゃう人とかね、大丈夫かな、ごめんね、夜にさせていただきます。タカさん花火ありがとうございます。なので、まあ、また夜時間が決まったら31日お知らせします。やばい、もうそんな話をする日になってしまってるのが、私はなかなか想像がつかない。21歳、と年を重ねるのです。わーってなってね、うわー21歳だーってなるんだね。でもこの背景見るとなおさらね、あーそうなんだってね、21歳になるんだ私と思う。どうだろう、そわそわするのかな。でもなんかさね、もう大人ですから、そんなに誕生日プレゼントをさね、ご家族からいただくっていうことはもう多分あんまり、そう、なんかちっちゃい頃だったらさ、なんかあれが欲しいなってそう言うけどさ、もうね、ね、もう私21歳。ね、なんかね、21歳良いかな。そわそわ。でも私の衝撃はね、21歳になるのもね、びっくりしてるんだけど、びっくりはしない、びっくりはし、まあ、事実だからびっくりはしてないんだけどさ、あのさ、21歳になったら次の日から9月じゃん。今年があと3ヶ月で終わるっていうのがちょっと信じられない。そっち衝撃結構でかいんだけど、いかが、なんか先を見越しちゃうじゃん、やっぱ人ってさ。ね、ちょっと先のこと考えがちじゃん。私も先のこと考えちゃってさ、ね、え、あと3ヶ月しかないの今年と思って、信じられないんだけど。だ、21歳になるのはもうさ、もう時が経てば私は21歳になってしまうじゃないですか。仕方がないね、人は1年ずつね、一つずつ毎年あの年を重ねていくの。ね、そのなんかまださ暑いじゃん。ね、まだ暑いじゃん。なのにあと3ヶ月でね、今年終わっちゃうのって。なんか今年さ暑すぎてさ、なんか寒くなる想像がつかないんだけど。今年すごく暑いじゃん。ね、とてもとても暑いじゃん。ね、あ、寒くなるのこれから。本当に寒くなるのかな。ね、コート着たいけどね。寒いか、気づいたら。そっか、まあそんなもんか。まだね、私は暑いなと思いながら日々過ごしてます。今日もエアコンをつけて過ごしてます。ありがとう、エアコン。ねえ、秋は短くなってるっていいよね。私のサンマは今年も高いのかな。私はサンマが食べたいけど、ここ数年さ、サンマって高いじゃないですか。ねえ、日々毎年高いです、サンマって言われてるね、イメージ。最近今年も高いかな、サンマ食べたいんだけど私。めちゃくちゃね、しょんぼり、サンマ大好きなのに。
サマが食べたーい。とてもサマが好きです。ああ、とっても好きなんだよね。サンマって美味しいよね。あれだ、あれみたいな。あれだ、これどんなお話だったっけ。あれさんま、これだ。目黒のさんま、よくねお父さんが読んでくれてたの。そう、絵本、絵本があるんですよ、めぐるのさんまって。あのジュゲムとか、ジュゲムとか、あとまんじゅう怖いとか。絵本が、面白いですよ。絵本があるの。そう、落語なん、そう、元は落語なんだけど、それを絵本にしてあるのがあって、そう、ジュゲムとか、まんじゅう怖いとか、目黒のさんとか。そう、面白いですよ。よくねお父さんに読んでもらってました。でもお父さんが読む絵本二択だったの。そのジュゲムかメイフルのさんましかお父さんは読んでくれなかったです。お母さんはそう、よくねそう絵本を持ってってこれ読んでって言ったらいろんな絵本読んでくれてたんだけど、もうお父さんのとこ、お父さんに頼むなら二択だったんですよ。そう、元落語なんだけど、落語をそう多分子供がね親しみやすく絵本にしてくださってるんだけど、うん、よくお父さんに読んでもらってました。懐かしい。そのね、同じ、そうシリーズ同じ作ってる、絵描いてる方が一緒なんだけど、そう、その絵本の絵を描いてる方が一緒なんですよ。目黒のさんまもジュゲムも。だから毎回二択でした。お母さんはね、いろんな絵本読んでもらって、お母さんにそう他の絵本読んでもらってました。懐かしいね、私はちっちゃい頃絵本読んでもらってたんだ。お父さん感情込めて読んでくれるんですよ。お母さんも読んで、込めて読んでくれるんだけど、お父さんも込めて読んでくれるの。ね、よくよく考えると私はさ絵本読んでもらってたんだね。そんな頃もあったんです。寝る前に絵本を読んでもらってたんです。そんな時もありました。私が多分シンプルにねすごい好きだったんですよ絵本が。
なんか幼稚園とか行くと毎月絵本もらってた、なんか幼稚園絵本毎月くれたんですよ、教材としてかな、もらえたり、そうお母さんもなんか絵本とかいっぱい買ってくれてて、そうすごく好きでした。そうグリとグラ好き、グリとグラのパンケーキのやつ大好き。あとネズミくんのチョッキ。あとノンタンとか好きよ。ノンタンブランコ貸してって言って、ノンタンがブランコ貸して、ノンタンっていう猫がいるんですよね、猫がいて、ノンタンブランコ貸してって言って、もうノンタンは貸してくれないんですよ、そう意地悪だっつって。ノンタン意地悪だって言って、でもそしたらノンタンが怪我しちゃうのかな、確かブランコ乗ってて怪我して、怪我じゃないか、あれなんだろう、そう何かをきっかけに、そうノンタンがブランコ、なんだったっけ、怪我しちゃうんだっけ、なんかそうノンタンがそう悲しいこと、ブランコしてて悲しいことが起きちゃうんですけど、ちょっと忘れちゃったな、そうウェーってなって、そっからなんかみんなとそう数えて、そう10数えたら交代しようねっていう。あそう、こぐまちゃんとしろくまちゃんも絵本だよ。そのんたんは結構ね、ちっちゃい子、その読んでるちっちゃい子に優しさを教えてくれるタイプですね。人に気を使うことを教えてくれます、のんたんは。自分ばっかりじゃダメよっていうのを教えてくれたりします。そういいですよ、本大好きだった、よく読んでもらってました。よく読んだけど、お返しのお返しっていうのが、ね、一番好きなんだ。一番選ぶの難しいけど、お返しのお返しってやつもね、前も言ったと思うんだけど、そうお返しし合うんですよ。あるお家のお隣に家族が引っ越してくるんですけど、そしたら大体お引越しした時ってさ、あ引っ越してきました丸々ですって言って、なんか渡すじゃないですか、贈り物をね。怖い話じゃないよ、あれ私好きなんだけど、なんだろう、返すじゃん、お返すじゃない、プレゼントするじゃん、贈り物を渡すじゃないですか、お引越してきましたって言って、まあ渡したら、その渡されたご家族が、えじゃあうちも何か返さなきゃって。まずちょっとここが違うんだけどね、多分一般世間と多分まずここが違うんだけど。うん。多分大体いただいたらありがとうございますって終わると思うんだけど、あの絵本は終わらなくって、そういただいた、何か返さなきゃって、そのいただいた人もお返しするんですよ。でお返しされたら、そうまたこっちもね、え何か返さなきゃって言ってお返しするんですよ。そしたらこっちもまた、あ何か返さなきゃって言ってお返ししていくんですよ。ずっとこれが続いていくの。もうどん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 、なんか家のもうあるものあるものを、そうもう買うとかじゃなくて、もうその絵本の世界は、そうじゃあね、なんかお菓子を買ってプレゼントしましょうとかじゃなくて、もうだんだん家にあるものをプレゼントしちゃうんですよ。えいえいってそうやって私結構これ好きだ、なんか絵が好きなんだよね、絵がねいいんですよ。そうだから、そうで最終的にの一歩手前に、もう本当に渡すものがなくなっと、プレゼントというか渡すものがなくなっちゃうから、もう自分たち息子がいるんです、2人とも息子がいるんだけど、息子を交換するの。そしたら最後は自分たちを交換して、家の中身は自分家なんだけど、家の外身は自分家じゃないよっていう、だからお家を交換するんですよね最後。だから最終的に何になるかっていうと、そう家の中身は自分家なんだけど、家の外がそう相手の家だよっていう。この
怖くないよ怖くなくない？私結構好きなんだけど、なんか絵がいいんですよね。表紙を見てみてください、ぜひ皆さん。お返しって、お返しだった、私いつもお返しのお返しって言っちゃうんだけど。え、あたい結構好きだよこれ結構好きよ。表紙が結構可愛いんです。どうやって大きくなる、うん、私結構この絵好きなの。ちょっとすごい白飛びしてるけど、母は結構このお話好きだよ。お返し、タヌキの、タヌキとキツネの奥さんのお返し合戦怖くないよこれ。いいよ。あとそう、あの結構怖いなと思うのは、あのなんだっけ、あ、押し入れの冒険だ。これはねシンプルに怖い押し入れの冒険っていう絵本があるんだけど、これはもうシンプルに怖いです。お返しは全然怖くない。押し入れの冒険は本当に怖い。もうちっちゃい頃だ初めて言われた時びっくりしたもん。え、何これと思った。そう、押し入れの冒険はもう本当にシンプルに怖い、びっくりする。私多分一回読んでから、一回しか多分読んでもらってないけど、もう忘れてないもん CM は熊本だけでございます。あ、給食番長面白いでしょ。給食番長私大好きで、よくね学校の図書館で借りてましたえ、いいよね、わかる。もう試合の冒険はね本当にねちょっとびっくりする。初めて見た時わーってなる、びっくりーってなる。もう悪いことしないでおこうってなる。まあ悪いことしても押し入れに入れられることはないんですけど給食番長絵がいいよね、わかる。私もすごい絵が好き、給食番長。クレヨンの黒くん、これも絵が好き。クレヨンの黒くん絵がかわいい。あ、ある。みんなに絵を見せたい、表紙を見せたいんだけど、ちょっと見せられない。どうしてだ。ボボネズミくんの直近もある。ネズミくんの直近も面白いですよ。しんじいちゃんさん、ありがとうございます。そら豆くんのベッド可愛いよね。そら豆くんのベッドも好き。そら豆くんが自分に合うベッドを探すんですよ。いろんな枝豆さんのベッドとか、そういろんないろんな豆さんの、そうピーナ、アーモンド、ピーナッツか、違う、落花生さん、落花生さんのもね、そう殻とかに入って、それね、あれがそうみんなベッドなの。そうだからいろんな人のね、そう落花生さん、枝豆さんとかいろんな人のそうベッドにこうやって入って、自分のなんかねいいベッドはないかって探すんだけど、結局最終的に自分の空豆のベッドがいいなってなるいろんな人のベッドに入ってみるんですよ。
懐かしいのいっぱいあるけど意外となんか覚えてないのがいっぱいあってしょんぼり。ねえ、内容覚えてないけど好きだったのは覚えてる。コント秋も好きよ。今もね、あのね、ある何冊かね、全然残ってる。そう。でも何冊かはね、あのね、プレゼントし、あの親戚の子にあげました。よく絵本読んでもらってたな。私結構絵本読んでもらうのが好きで、そう結構読んで読んでってそうせがむ子供だったんですよ。私結構あのね、自分で読めるけど、自分でまあ読めるじゃないですかね、読めるけど人に読んで読んでっていうせがむそう子供だったんです。なんかお母さんとかお父さんに読んで読んでって言ってるタイプ、言うタイプの人だったんですよ。はるみさん花火ありがとうございます。そう、絵本なんか昔作ったことある、なんか学校でなんか作った絵本、何作ったか本当に覚えてないけど昔確か絵本を作りました。なんかね、傘でおばあちゃんが飛んでっちゃうお話とかあるんですよ。でもなんかこれだけ言うとさ、ホラーだよね。おなんかおばあちゃんがね、傘なんか空飛べちゃう傘があるんですよ。そう、おばあちゃんが空にパパパって飛んでっちゃうお話とかあったり、でもこれだけ聞くと怖いね。いい話なんだけどね。いいお話なんだけど、ちょっと思い出せない。分かる、読んでもらってるけどたまに寝ちゃうよね、分かる。あと読んでもらうのってすごい楽しいよね、あれって不思議だけどすごく楽しいよね。あとなんかね、まっすぐまっすぐっていうね、もうまっすぐ歩いていこうっていう、なんかそう、ある女の子の家からまっすぐ歩いたらおばあちゃん家があるんですよ。だからそう、でもそんなまっすぐ歩きながらいろんな仲間を連れていくんですよね。もう桃太郎みたいに、そういろんな仲間を連れてってみんなでまっすぐまっすぐって言ってまっすぐ歩いて、そうおばあちゃん家に行くっていう、すごい説明下手っぴ。おばあちゃんのお家に行く。うわ、スイミー懐かしい。スイミーなんか小学校の文化祭発表会でやりましたよ、全学年で。そう、私はあの周りの海ちゃんといるんですよ、スイミー役の子もいれば周りの赤い魚の子もいれば、そう、そういう役があるんですよ、ちゃんと役がある子あるんだけど、私はその、そう数人、そう全ん学年、学年全員の中のそう役がある数人ではなくて、周りでそう波をパタパタする人でした。はい、そうなんかそう学年いっぱい、そう学年の生徒の何人かだけ役があるんですけど、私はその役がある人間の方じゃなかったので、こうやってパタ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 な波をしてました。劇で小学2年生の時とかかな、文化祭でやってました、小学校の。それは小学2年生かな、その教科書にスイミーが載ってるんですよ。そう、スイミーがあるんですよ、ちゃんと教科書の中に。私はそのスイミーでも赤い周りのお魚さんでもね、そういう役どころではなくパタパタしてました。後ろでパタパタやってましたよ。
そんな文化祭え、そう、てか大半が波なんですよ。そうそう、本当になって、学年がいっぱい何百人いる中で役持ってる子なんて、もう両手に収まるか収まらないかって、両手に収まる程度いるかいないか程度だから、ほぼみんな波、波にもちゃんとあるんですよ、いろいろ仕事があるんですよだから、そう、みんなで言うセリフを言ったりしてました。波というか海ですね、海役ですただ私はね、ちょっとね、人前で喋るのが嫌だったので言いませんでしたやらなかった、やらなかったけど、大きな株、大きな株やってる年もあったね、私たち睡眠。大きな株もしたかもしれない、どうだろうね。でもこんなね、文化祭ではあんまりね、役とかしなかった。私は小学校の卒業式めちゃめちゃかっこいいセリフ言いましたなんか小学校の卒業式は一人ずつなんかあるじゃないですか、みんな、なんか言う、みんながなんか楽しかった運動会とか、そうみんなで頑張ったなんちゃらかんちゃらとかあるじゃないですか、卒業式って、小学校の卒業式、私の学校はあったんですよ。そう、みんなで協力した運動会とか、楽しかった修学旅行とかあれ、なんかみんなで言うセリフもあったんだけど、私たちの学校は一人一つ一人で言う言葉があったんですよ。そう、私もね、そう、めちゃめちゃかっこいいセリフ言ったよ。そう、文化祭とかではあんまそういうのしなかったんだけど、そうそうそう、卒業式だけすごくかっこいいのを言いましたみんなで合わせて、そう、この間は2泊ねとか言ってちゃんと合わせるやつですね。でも文化祭とかでは役をしなかった私は、小学校の卒業式でそのまるまる小学校は自分の小学校だから、そのなんだろうな HKT 小学校とするじゃん、名前が。そしたら HKT 小学校のバトンを今ここで渡しますっていうめちゃめちゃかっこいいセリフを言ったの。かっこいいよね、多分ね、もうセリフ界の中で一番かっこよかったと思うえ、多分一番かっこよかったと思うよ。もう何百人とね、生徒がいる、ね、同級生がいる中で多分一番かっこいいセリフを勝ち取りましたなんかさ、割り振られ、もうそもそもなんかクラスでもうここは組、何組の人が言うっていうのはあらかじめ決めてあるんだけど、その何組の人が言うってそう決まってる中から、そうクラスでそう競うんですよ。私は、僕はここが言いたいって言うんだけど、そう、私は勝ち取りましたゲットしました。誰かと被、なんか何人かと被ってたんだけど、そう、実際に言って勝ち取りましたイエーイ多分ね、あれはね、多分全学年の中でも結構かっこいいセリフを言ったと思う私がそう、なるほどね、 HKT 小学校のバトンを今ここで渡しますって私が言ったら、みんなで大きい声で渡しますって言うのめっちゃかっこいいよねイエーイでも、まあ、うん、小学校の卒業式ぐらいですね、そんなかっこいいことをしたのは。あとはもう何もしてません。シュン。
これこの話はもうずっと話していきたいと思います。私の多分ね結構私の生きてきてかっこよかったセリフ回、そんなものないけど結構かっこいいことをしたぜっていうね、えへんっていう多分ね出来事の中はもう出来事は多分このぐらいだと思うので永遠に語っていきたいと思います。すごくねかっこよいよね。大きな声で言わせていただきましたドヤはしてないか分かんないけど頑張ってた。あの頃は大きな声で頑張ってました。カメラあるのかな、分かんない。そうやってやったぜ嫌だねちょっとそこまで言われると嫌だねそこまで言われるとちょっとなんだか困っちゃうね。でもすごいもうかっこよかったと思いますよ。そのセリフはとってもかっこいいよね。かっこいい、かっこいいセリフだったよね。イエイエイ。こんばんは。中学校はねそういうのがなかったので、そうそういうのが、そう時間の都合上そういうのがカットだったのでもう合唱で爆泣きしてましたもうなんかそう卒業し中学校はなんかね、そうなんか中学あるんですって、そう時間の都合上長すぎると良くないっていうのがあるらしくて、そう私の学校は一人ずつ卒業証書を授与するか、その構成をするか二択というか、まあもうねどっちもはできなかったんですよ時間の都合上そう時間の都合上できなくて、私たちは一人ずつ卒業証書を授与する代わりにそういう構成がチッだったんだよはるみさん花火ありがとうございます。でも多分ねその代わりね次の多分私たちの一個下の子は一人ずつ卒業証書授与しないかったらしないらししなかったって聞いた。そうそうそう、まあどっちがいいかって言ったらまあ分かんないけどね、私は卒業証書授与嫌でしたで卒業証書授与嫌だなと思いながらやってました。でもね卒業証書授与ね長いんですよ一人ずつすると。でもそう多分ねすごい効率よくやろうと、いやね効率よくさやらなきゃね多分時間が大変だってなったのか、私の学校卒業証書授与するしてもらう人一人立ってる隣に、もうさっき卒業証書授与してもらった人が一人立ってるんですよ。だから校長先生の前に二人立ってる状態で、最後の例と初めの例を2人同時にそう同時にして、そうどん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 ローテーションしていくんだけど、もうまず2人が立ってるじゃんね、2人立ってたらで1人そのステージ上に立って卒業証書を見せてる人がいるの。そしたらなんかステージ上に1人あの名前呼ばれ待ちの人が立ってるんですよそしたらステージのすぐ下にもう1人立ってるんですよ、次ステージに登る人がで待機してる人がいっぱいいるのもうだからその体育館中にそう8人ぐらい立ってるの
すごいいっぱい立ってるんですよ人が。ステージ上にまず4人立ってるじゃん。でそのステージのすぐ下に1人立ってて、ゾロゾロゾロもうなんか定期的に順番待ってる人が立ってるんですよでもそう、その代わりそうみんな一人ずつ卒業証書授与するよっていうでも多分次の年は1組の1番の人と最後のクラスの最後の番号の人だけが授与されたらしいけど、そう私たちの学年はみんな授与されて、そうあいって言って、あいって言って、あいあいって言って、そうまあ人が多かったから仕方がないよね。どっちが普通なの？最初と最後だけが普通なの？分かんない。みんなする、私はみんなするもんだと思って生きてきた。あでもちゃんと渡してもらうよ、ちゃんと渡してもらう、でいって渡してもらって、えいってして、えいって、階段待ち2人ぐらいいたちょっと恥ずかしい。なんか来賓の人の近くで待ってる時、その近くで待ってる時が一番恥ずかしい。知らない人に見られてるから恥ずかしいなと思って、早く前に進みたいなと思いながら、そんな行列で待ってるわけじゃないよ、ポツ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 人が立ってるのさすがに行列じゃないよポツ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 何人か立ってて、で中学校の時2組だったんですよ。比較的に最初の方なの2組って、後にいっぱい人が待ってるのよ。きつかった小声できつかったどっちもどっちなのかな。もう2組だから、その比較的にもう序盤中の序盤で終わってしまったんですよ、卒業証書授与が。だからもう最後の組の人たちの時はふぅと思いながらあーと思ってもらった後って緊張感がなくなっちゃうんだよね、どうしても。でもその友達がどんな返事するかなって楽しみにしてた嫌なやつ友達見て、あっ次じゃんと思ってワクワクして友達を眺めてましたもうだって本当に長いんですよ、すごく長いの卒業証書が。一人ずつしてたから、そうでも突然声出すから裏返っちゃうよね。そう私それがすごい嫌だったから、もう頭の中でめちゃめちゃシミュレーションしてた、このトーンでいこうってめっちゃ練習してた。私はちょっと低めの声で返事をしました。普段より低めの声でいきました返事裏返っちゃ嫌じゃん、裏返っちゃ嫌だなっていうのと、あんま高い声出したくないなと思って、で私はちょっと低め、いつもよりちょっとうっ下から声を出して返事をしました。そしたらなんだかちょっと怒ってるみたいでしたあれこの人機嫌悪いっていう感じでした。はい、ちょっと失敗多分ちょっと失敗した。なんかね、うん、ちょっとこう機嫌悪いかなって返事になりました多分なんか一回だけ聞いたんだよね、聞いたんですよ、自分がはいって返事してる瞬間を、なんかお母さんが動画に撮っててあ、なお教えてください、ありがとうございます。うん、でもその後の合唱で号泣してました大号泣してた。
すごかったよ。一曲まるまる歌えないぐらい泣いてました。すごいね、あんな泣いたの多分初めてぐらいで、ブワーって泣いてた。そんな感じでランキング見ていと思います。よいしょ。13位、はるみさんありがとうございます。12位、超十郎さんありがとうございます。11位、はるみさんありがとうございます。10位、ただたんたんさんありがとうございます。9位、ばうちさんありがとうございます。8位、高級うどん屋さんありがとうございます。7位、たっちゃんありがとうございます。6位、コリラヨッシーさんありがとうございます。6位、ゴーゴさんありがとうございます。5位、コリラヨッシーさんありがとうございます。4位、しんじいちゃんありがとうございます。3位、かずのこさんありがとうございます。2位、パパさんありがとうございます。1位、しむさんありがとうございます。バチさんお疲れ、ありがとうございます。それでは皆様、今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでください。おやすみなさい。バイバーイ。